はい皆さんこんばんは,んばんは8月10日木曜日日本文化チャンネル桜沖縄の声のお時間です当番組は2002委員会友の会協産広告広告主総 t v をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしておりますこんばんは又吉康隆です 金城ジオテルと申します。よろしくお願いいたします。はい、じゃあテルさん、えー、お話しお願いいたします <laughs>、えー。それでは今日はですね、いつもはマトイスさんが素晴らしいお話をするんですけなさるんですけれども、今日は私に当番が回ってまいりましたので。 又さんのようにスムーズにはいかないかもしれませんけれどもあの私の、えー、ささやかな体験談をお話をさせていただいてあの今日の主題は実は共産主義というものに対する我々のつまり考え方っていうかあの沖縄における えー、このなんて言うんですかね、情報そういったものをですね、えー、一つもご参考になればということを考えております。そういうことでお話をさせていただきます。えー、とマタイさんからのまあ注文と言いましょうか。私が瀬々賀次郎という方の信奉者であったというお話を。 させ,させていいいたただんです<の>ですすがその詳しね私の体験をちょっとお話をさせていただきながら又吉さんからまたいろいろとですねお話をお,お聞きすることにしたいと思います。で私がですね背中金次郎っていう方を知ったのは昭和30年頃です。 あの農連市場の近くに私はあの家がありまして初めてこの真永亀次郎っていう方のお話がマイクでガンガン聞こえてきましたのでこれを聞きに行ったんですがその時は全くですね私の記憶にあるのはですね 45名ぐらいの方が集まって座ってですね聞いておりましたで私も一緒にそこでお話を聞いたんですけれども何をお話ししていたかと言いますと沖縄のつまり起業家っていいましょうかねその中の最も代表的なのが琉球石油のいわばあの稲峰一郎だと。 いうお話がありましてでこの聞くたんびにこの人は能礼市場が大変ですねいいあの公園の場所になっていましたけれどもだん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 人が増えてきてあとはその能礼市場のあの広いスペースいっぱいにな,なるくらいあ,のあれが増えてきました。 で私もその頃ですね長女を送って寒いけれども追っかけてどこかで講演があるというと追っかけて行って瀬永亀次郎さんのお話を聞きましたその聞いてることは瀬永亀次郎さんってなかなかユーモアがあってですね話が面白いんですねそしてその稲見ね一郎という方のお話は何かというと 沖縄であの独占企業を持って、えー、労働者からの搾取によって金持ちになってるんだということをもう盛んにお話をしておらっしゃるいらっしゃるんですね。でそういうことがあってたまたまですね私がじゃあなぜ 次郎この瀬中亀次郎さんっていう方からですね離れていって今はどちらかといえば私ははっきり言って保守的考考ええをを持持っってておおりりまますすく正反対の方その中でですねなぜじゃあこの瀬中亀次郎さんにもうついていけないなって思ったのかっていうのがありますけれどもその 眞川亀次郎さんが活動してだん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 人が増えてそういった頃にこの沖縄の方はつまりアメリカの民政府の支配下に統制ですかねあの支配されてその支配とは言いませんね,あの統,括ですね統括していたというか民,民,政民政府が統括していたということ。 そういうあの、ね、ことになってましてあのそのころ神次郎さんのお話の中にこういうのが出てきたんですね「総評」っていうところからこのつまりあの「会館を作る会館を作るというのは皆さんね国番組のすぐ後ろの方に。 そばの方に新橋公園っていう小さな公園がありますけれどもそこがその会館を建てる場所になっていたんだそうですそしてその総評っていうところからあのこの会館を作るところの木材ですね全部そのプレゼントがあったということでお話を盛んに これもですねどれだけ何回聞いたか分かりませんがとにかくやってる時にさてアメリカの民政府からつまりストップかかったとそうすると今度は金次郎さんはもうこれに対する抗議を盛んに講演の中でなさるわけです。で私ははなぜアメリカはただでくれるっていうものを なぜストップさせるんだ私もそこに非常に疑問を持ちましてそしたら瀬永亀次郎さんの話の中で「総票」っていうのがあったのでじゃあこの総票っていったのは何なのかこの総票っていうところから送られたものをストップするというのは何かそこに何かがあるはずなんだと思って。 誰に相談するもありません私はもう本当に奄美大島から来てお友達も何もおりませんから本屋さんへ行って本屋でこう探していましたら「総評」という本があったんですね。でそれを早速買ってきて読んであなるほどなるほどあそうなのかということがだんだん分かってきます。それは何かととアアメメリリカカののつつまり民主主義という一つのアメリカ的 社会ところが総評っていうのはそうであるそうするとどちらかというとやっぱり一つの,あのはっきり言ってあのあの頃の私の考え方金持ちというところとその労働者というところの二つの,この,あの間に。 えー、敵対つまり何か相入れないですねこっちは労働者こっちはお金持ちだということで普通ブルジアブルジアと言いますけどそういう社会になってるんだとでアメリカはというとそういういえば金持ちのところであの今度は労働者がって総評からこう来たということはよくないあのアメリカとしてはけ,けしからんということになって。 なるほど、そういう意味でストップしたのかということがちょっともうはっきりしたことじゃないけれどうすうすとこれはちょっとああそうかということで分かってきましたそしてうちにですね今度はどういうことになったかというと講演のたんびにお話の中に出てくるのも稲美の一郎なんです。 一郎悪ものだ。もう沖縄で一番悪いやつは稲美音一郎だもう盛んにこれを聞かされましたからたまたま皆さんあのあそこのあの真文仁のですね平和公園にあの山田新山先生がお作りになったところの平和あれはなんていうんですか平和記念像っていうんですか平和のあの平和のあの ですね、そのきれいなその今タラムいつもあの手を合わせるところの、うん、平和の像ができるこれをあの作るのに稲峰一郎という方がなんか委員長です、ね、それの委員長をやって私たちはなぜか私募金のですね手伝いをしてたんですね。 持っていくところがその事務所があってそこへ行ったらそこに稲峰一郎という方があの挨拶をなさるんですねそうするとどういう挨拶かというと非常に穏やかなそして皆さん大変あ,のありがとうという感謝のですねご挨拶をなさって私はあの時にもうあのこんがらがってんですね頭が。いや稲一郎という人。 背中亀次郎さんからも一番悪いと沖縄で一番悪い人と聞か,聞かされたそうするとそれが頭こんがらがってちょっと何をお話聞いた方のご挨拶自体は分からないけれどもそこで「あ稲峰一郎」って言ったあそういう方なのかって私の心の中にはっきりとこれをあの決めることができました。でその後結局はですね あのこれはうーん背中亀次郎さんのお話をいろいろ聞いてきたけれどもこの稲峰一郎先生のそういうお話を聞いてるとどっちが本当に正しいのかなということがだんだんわ分かってきてあのいつの間にか私はですねもう亀次郎さんのお話を聞かないことになってしまいました。あの ということはです、ね、非常にあの頃はもう瀬長亀次郎さんって貧しい人の味方でねあのおそうめん買いに来た時にあの半分でもねおそうめんを分けてあげたんだそうですってもうそうすると私はねあじゃあかわいそうにということでじゃ瀬長亀次郎さんは。 そういういいてんんんででたただなっっ実は思ったんですところがそうじゃなくてもう一本の,あのつまり、えー、お線香でも全部この計算をしてお金はちょっと取るんですよあそうなのそれなんか聞いた時にちょっと私がっかりしたんですねあそうなのっていうことであのなんかだんだんそのいろいろなことであの亀次郎さんとのですね あの距離を置くようになってきましたそういうことが私の、えー、瀬長亀次郎さんとのですねあの一つまでもう本当に尊敬していたっていうことは市長になられた時に真っ先も駆け込んで税金を納めに行ったんですねそれぐらいあの瀬長亀次郎さんっていう方をものすごく私はあの尊敬し尊敬し 期待をししてました。もう沖縄をこの人こそですね沖縄のいわばあれをきれいに沖縄を治める人なんだというぐらい本当にですね心から進歩しておりましただけれども今は全く違う立場に立っておりますそういうことがいきさつなんですけれども、はい、テルさんどううもありがとうございます。これ、まあ、前からこうテルさんの話を聞いて是非話してほしいと私は思っていたんだけど何かテルさんにとっては自分ただの体験だから。 大したことじゃないいいだろうという形で思っていてなかなか話さなかったんですけど今日、えー、非常にこの話ね聞いてあすごいなと思ったんですよね。<laughs> 実はまあ自分は瀬名上次郎っていうのはあんまり知らないんだけども、あのー、瀬名上次郎の悪口を言う人はいないんですよ。でも星の人でも「あ瀬名上次郎はすごいと素晴らしいと話がうまかった」という話をよく聞くんですけどしかし。 瀬奈上次郎を批判するというのはいなくてで私その話テルさんの話をテルさんが最初なんですよね瀬奈上次郎に対してはっきりと自分の体験の中で疑問を持ったというのはあこれはだからぜひ皆さんにも聞いてほしいというのと実はですねこれ偶然なんだけど私も瀬奈上次郎に非常に大きな疑問を持ったのが一つあるんですよこれ学生もう19歳の頃だったんだけどもあの 命をを守る県民会議というのを作ったんですよねこれはあのベトナム戦争でがあの時はもう非常にひどくて B52 っていうのがカデナ飛行場で墜落したんですよ。でこの B52 が墜落した場所が実は自分の姉の家から非常に近いところだったんですよね。そして自分私の,あの、まあ、読み旦なんだけれども聞いたらもう戦争が起こったんじゃないかと思うぐらいのすごい爆発だったらしいんですよね。それをきっかけにして やはりこの私は学生だから学生運動なんかも盛んになったんだけれどもその時県民大会でですね瀬名上次郎がこの「ぬちど宝」っていうの言葉を出したんですよねで戦争は人が死ぬと殺されてしまうと私たちはぬちど宝なんだとだから「ぬちど宝」は戦争反対のための言葉であるという形で演説したんですよねし。 今ではこのその「脱じるっというのが戦争反対の言葉として革言として非常に有名になっているんだけども実はこれ違うんですよ。で自分は私はあのあの私の子供の住んでるところでじゃ橋っていうのがあって吉田知流っていう歌、まあ、人ですねそのいてで彼女が8歳の時にこの覇に売られていくとその時に肥者川があったと肥者側に橋が架か,かっていたと。 それに対して西チ郎は8歳の時なんですけどまあ後で作ったかも分からないけど恨むひじゃ橋はワンワタさつむき情け念筆の書き手口あるつまりひじゃ橋をあんたを恨むよとあんたがなければ私は恨れることなかったとだから情けのない人がこの橋をかけたんだというあの竜火を作ったんですよね子供頃から聞いていたんですよねそしてあのちゅ宝というのはどういうことかといったら要するに貧しくて貧しくて 素鉄、まあ、地獄と言われるぐらい沖縄は非常に貧しくて親父の水筒も多かったそして8歳の子供もバーガーを売らなくちゃいけなかったでその子供を説得するときに「タちるどうと要するにどんなことがあっても生きていくんだよと生きていくためにはもうこういうこともしなくちゃいけないんだという沖縄の貧しさをこの格言したのが「チちる宝」と聞いていたんですよね。戦争反対ではなかった戦争とは関係なかったんですよ。 もっと重要な私にとってもっと深い意味で「縫う宝」ってあったんだけどこれを瀬名上次郎が戦争とくっっつけて言ったんですよねな、うん、なるほどなるほほどどこれに対して「あ嘘だ」と「戦争反対」を言うのはいいとでも「縫う宝」ってのはもっと深い意味があるのに単なる戦争反対の言葉を作ったんだという形で言ったのがこの瀬名上次郎だったんですよね。 そこで私は私なりにこの世南幹事郎に反発を持っていったんですよねだからまあ照さんとやるのは偶然なんだけれどもその照さんもテルさんなりにこの世南幹事郎に反発していったとでそれからいろいろ勉強していきましたよねであっうれで総評というのはですねあれは細なんですよ。<laughs> あの要するにあの頃は総評っていうのが労働団体のこう中心だったんだけどでも 左翼の公務員ですね、公務員とか教職員とか、それを中心とした。のがこの総評であって、で、総評の場合に本当に左翼運動をやっていた。ものなんですよね。それで左翼。運動だから、まあ共産党とも、結びつきますよね。そこで総評が沖縄にその。こう背中じのために、このなんか建物を作ろうとしても。やはり、あの時の、あのアメリカというのは。赤狩りやってるぐらい、この。 共産党っていうのはもう非常に反対でしたからねそういうところがあって反対したと思うんですよそうですねもうそろそろ時間ですので、えー、あれですけど今日の話はこうテルさんなしにはこう語れない話だしこういういずれに珍しいのはテルさんがいろいろ勉強したわけじゃなかったんですよね奄美大島で結婚して、はい、そして えー、この背中上次郎の話を聞いた時もある時は別に政治とか何とかあまり関心はなかったわけですよね全くですねそしてえっ、ー、と子供生まれて、えー、長女ですかしながら長女が生まれた年からですね、えー、あどういうきっかけか知りませんがたまたま能練市場のそこにお家があって背中上次郎さんの話なぜかというと この瀬中亀次郎さんの話をするけれども。反対の保守系の人っていうの、話は何にも。聞いたことがないんですね。はいはい。だから、結局、お話を聞く。そういうお話を、政治的な世の中の動きっていうのを。聞くのは、瀬中亀次郎さんがしかやってなかったから。結局、そこに行く。あの自然に。 そういういうになったんだと私は思っております。これは貴重な体験だと思うし、またこれからもですね、まあ、こ,れこれからまたどんどんこう、テルさんは活動していきますから、その時その時の問題っていうのもまたこれから話していってほしいと思います。今日はどうもありがとうございます。<laughs> じゃあ、えー、次は、えー、テルさんのですね、言いたい放題とあ私のこれ今日は言いたいコーナーに行きたいと思います。どうもありがとうございます。 それでは又吉康作のこれだけは言いたいコーナーに移りたいと思います。先ほどですねテルさんと一緒にこの共産党について話しました。でテルさんはあのその背中身上に対するこの疑問とかねそれが生まれてきて今ではもう共産党を否定するようになっていると言ってますけどこの共産党問題というのは非常に難しい問題であるしまたあの真剣に考えなくちゃいけない問題なんですよね。であの 東京都議選ですすね東東京京都都議議選選の問題に行きます東京都議選で、まあ、自民党が大敗したということが非常に大きく挙げられているんだけどもう一つ民進党が大敗したということがありますよねこの民進党が大敗したことについてマスコミはそれほどこの的確にはねあの報道してないと思いますこの民進党が大敗したその裏にはですね共産党が関係してるんですよ これは、えー、民進党はこの、まあ、連邦代表中心と執行部があの参院選で共産党と選挙を共闘したで今度この衆議院選でもこの共産党と共闘しようとそういう方向が進んでいたんですよねしかしそれに対して民進党内部の保守系の議員政治家 これがこのそれに対して反対したりあのもうこれじゃ民進党はダメになると言って民進党から抜けたりとかしていったんですよね。で東京都議選でこの共産党との共闘というのを嫌った民進党員がこの民進党から離党していったそして都民ファーストに参加していったんですよね。そういういことによって どういうことが起こったかといったら民進党がもう惨敗、大敗大したんですよ。マスコミではこの自民党大敗のことをよく取り上げていたんだけどももう一つ注目すべきところはそういうこの民進党の大敗なんですよね。なぜ民進党がそういう形になるかといったら実は民進党の場合にはこの元保守系の,この自民党のこう議員と、元社会党ですね 社会党の議員政治家、それが一緒になっているのがこの民進党なんですよ。だからまあ私から言えば保守と左翼が同居しているのが民進党。でまあ民主党の時に民主党があのまあ負けてで下野した時に私はこの3年前ですけどね自分のブログではこう書いてあります。民主党はこの左翼それを除外していって保守で固めていけば。 星で固めていってそして再生していくべきだという形でいったんですけどしかし、まあ、そうしなかった上山の状態になっていったそして、えー、今回ですねこの蓮舫代表はこの共産党との,その共闘っていうのもやっていこうとしてたでそういうふうに進めていくとそれに対してダメだと。 共産党ととは絶対組めないいいうのがが保守がいますで彼らは民進党からこの東京都議選の場合抜けていったんだけど今度細野氏ですね民進党の彼が民進党を党するんですよねでそれは彼はねはっきり言ってる共産党とは組めないなぜ組めないかそれはもう 憲法問題にしても、また日米安保補助条約、日米安保に関しても共産党とは違うと、そういう共産党と基本的な政策それが違うのに一緒にはできないっていう形で言ってるわけですよね。だからそのぐらい共産党というのはこの保守から見たら絶対にこの組めないっていうことがねあるんですよ。 で政治家の場合にはただ具体的にもうこういう政策が違うという形で言ってるんだけれども私はこの共産党についてはこのロシア革命ですねあの頃からもついてこう勉強したというのかないろいろ本を読んだりとかしていますから共産党の基本的な考え方が何かということとが私は分かるわけですよね共産党というのは議会制民主主義今の,あの日本の議会制民主主義 それを否定していますだから例えばこのもし共産党と組んで政権を取ろうとしたときに共産党の場合には自民党をなんて言いますかねこ完全なくしてそしてあの左翼の連立政権を作るっていうのが共産党の目的なんですよね。 で、それはどういうところから出てくるかといったら、これはレーリーの理論から。始まっているんですよ。レーリーはこう言ったんですよね。国家。つまり国家とは何か。って言ったときに。これは。支配階級が。非支配階級を。支配するための機関であると。例えば、まあ、江戸時代だったら、その。武士階級がありますよね。これ支配階級であると。その。支配階級。の武士階級が。 この農民というのは支配されていますよねで支配されている階級農民階級を支配,するため支配するための機関として江戸幕府があるという形になるわけですよ。つまり国家というのは階級闘争の表のれでそして支配する階級が被階級支配される階級をこう支配するための機関として国家はあるんだとそれを理論的にこの展開していったのがレニーニンなんですよね。 そこでレーニンはどういうことを言ったかといったらブルジュア社会ブルジュア階級というのはこれは労働者をこう支配し搾取するる存在であるとだからこの資本主義社会ですねこの資本主義社会というのはこのブルジュア階級がプロルテラ階級を支配するこの社会だから例えば米国また日本そこはブルジュア が支配するる社会であるからその国家がたとえ議会制民主主義という形を取ったとしてもその実質は本当はブルジョワ階級がプロレタル階級を支配するための国家であるという形が理論的に展開されているんですよね。そして社会主義国家というのはこの階級の対立をなくすためにあると。だから社会からブルジョワ社会ブルジョワ階級 資本家をなくすじゃあなくすはどういうことになるかといったらですね国家があのそういう企業を,を国営企業にしていくという形になるんですよねだから社会主義国家というのはこの企業を国営企業にしていくというものなんですだから社会主義になっているそうすることによって社会からボルジャー階級をなくすという目的でこうやってるんですよね これがあのレーニンの理論であったし社会主義国家というのはこの社会からブルジャー階級をなくすという形そして将来的にブルジャー階級をなくして階級対立をなくす階級と階級をなくすあの対立をなくしていくとこれが社会主義国家であるとだから将来的にはこの階級対立をなくしていくような社会づくりをしていくんだというのがこれ 100年前ですね、今から100年前に作り上げていったレーニーの理論なんですよねこれを国家の死滅論というのはちゃんと理論がありますそういうことに従って大体いい共産党の基本的な理論というのがあるわけですよねだから共産党というのは資本主義社会これを否定するで社会でこの資,本主義資本家資本家階級をこのなくすどういう方法か これは国系にするという形なんですよね。今の中国と同じです。だから私から言わせれば、これはどういうことかと言ったら。資本主義がなくなったんじゃないんですよね。じゃ、資本主義というのは、これどういうことかと言ったら、資本というのは会社とか機械とか。この。物を生産するため必要なその設備。であるし、資本なんですよね。それは資本という。だから、会社がこれ資本であると。 これをなくしたらあの会社がなくなるという形だからそれはあるわけですよね。でそれはこの国家がこの国家がこの運営していくという形になると本当はどういうことかといったら国家が資本家になるということなんですよ。つまり国家がブルジョワ階級になるということなんですよね。これが、 まあ要するに政治とこの経済が資本家が結びついていった形になっていくとこれが言ってみれば今の中国なんですよね中国はこの大ブルジョワ独裁国家と言ってもいいんですよだからこのことについてね残念なのはこのレーニーの理論に対していやレーニーのあなたの理論を間違っているとこれは国家がブルジョワ国家になることであって あのブルジャー階級をなくすことではないんだと、国家がブルジャー階級になるんだよという形でこの反論していくような保守の理論家がいないんですよね。だから今でも共産党に対して共産党の矛盾というのを批判したり追及したりするのがなかなかいない。ただこの共産党に対してのこのまあ具体的なねこのいろんな この批判っていうのはあるんだけれども根本的なところではこの批判していなくてであの実際共産党もまだ存在するわけですよそして例えば都議選でも2議席増えた共産党は増えしたんですよねで沖縄でも那覇市議選がありました共産党の議席が増えたんですよ県議会選でも共産党の議席が増えてるんですよね そういうふうに共産党とは非常にスいッチからネズイチからを持っているわけですよ。しかし共産党はあのこれは最近のあの講演でもね、えー、やって言ってますけど、我が党が社会主義のルネサンスを体現する党となりっていう形で、あくまでも共産党というの社会主義ですね、それを作ろうという。 あの政党なんですよねじゃあどういうことかといったらこの彼らは自民党というのを批判している自民党単純に批判しているというように見たら間違いなんですよね徹底して批判していて実は彼らは自民党はあってはならない政党だと考えているわけですよ。つまり自民党というのは ブルジア階級の代弁者であるとつまり、社会階級のための政党であると。だから自民党というのはなくさなくちゃいけないというのは、これが共産党の考えなんですよね。つまり、反自民党なんですよ。反自民党ということは自民党を潰して連立政権を作るという形なんですよね。共産党の理論というのは。 だからあの今問題になっているのはこの二大政党ですよつまり自民党があってそれに対抗するもっとあの野党のこう連合体みたいなを作ってそして自民党とこの対等にこうやって自民党の政策,の政策を勝負していって自民党がダメだったらこの 新しいこの保守の保守といのうかな政党がこのやってまた保守の政党がダメだったらまた自民党がそういう競争していくまあアメリカでいうあの共和党と民主党ですねそういう政党を作るっていう形が今問われているんだけれどもそういう中に共産党を入れようとしているのが民進党の左系の,の政治家なんですよね。 それだから民主党非常に大きな勘違いしている共産党はそういうふうに考えていない自民党を潰すでしか考えていないつまり反自民党なんですよねだから自民党に対して徹底して反対して徹底してこの自民党を批判していくとそれが共産党ですこれだから共産党反,反自民党でも今 もし政党を二大政党を作るんだったらその政党というのは対自民党なんですよねつまり自民党と対決する自民党を潰すとかじゃなくて自民党で優れた政策を作り上げていって自民党の代わりにこの政権を握って政治をやっていくとそしてしかしあのまた行き詰まる時もあるとその時また自民党が この新しい政策を立てていって自民党がま政権を握るかもしれないそれもいいというふうにしてあの考えているのがこの保守の政治家その民,進党民進党の中の保守の政治家だし多分都民ファーストですねその保守の政党はそういうふうに考えていると思います。 それを理解そういうふうにして考えていって二大政党を作ろうとしているのが今の保守あの,、まあ、保守のこう政治家と思うんだけれども、まあ、民進党もそうだと思うんだけれどもしかし民進党の中の左右系の政治家というのは共産党とも共闘しようとしているそれが大きな間違いであるということなんですね。だから あのやっぱり細野氏は離党していってやはり二大政党を目指して、まあ、今は一人かもしれんけどですね孤立してでもいいからそういうふうにしてこの二大政党を目指してやっていくというふうにして言ってますけどね私は星野氏の考え方に賛成ですもちろん彼が二大政党を作れるかどうかわからないですよ。でもやっぱり二大政党を作るっていう その方向で考えた場合に共産党は絶対参加させていけない共産党というのはそういう政党ではないということなんですよね。まあ、今日はテルさんとも共産党について話しましたけれども現在今民進党がこの問題になっている点ですねそれを合わせて話してみました。 皆様こんばんは現状テロの言いたい放題の時間が参りました今日もいつもと同じく私の言いたい放題進めさせていただきたいと思いますここにテーマを掲げてありますがそこの第一にですね共産党の共産主義ですね活動について見事な 弁で民衆の心を揺さぶってるというところをまずですねお話をちょっとさせていただきまして後に、うん、続きます、えー、これはですねまず皆さんまだあのおかあの思い出してください2015年7月末に安全保障関連が始まったその法案がですねその時戦争法案だと言って反対デモをやってた。 それから徴兵制が敷かれますよということで結局お母様とか若い人たちを本当に恐怖心を抱かせるようなことをやった。でここでねこれはマスメディおいしくいですけどそこで非常にですね昨日の <coughs> 昨日ですかねあの、えー、テドコンさんの動画の中に辺野古の方で。 子供たちをですね夏休みだから子供たちを連れていける親がいたというのがありましたけれどもここにですねこれをですね真夏の炎天下にですね反対デモに幼い子供を抱いているお母さんの姿皆さん思い出してみてくださいあれはテレビに出ていましたからねその自分の子供を危険にさらしてまでですね参加をしているその無責任なこれを動員をしている 団体組織があるわけなんですねそういうことをやってこの県民国民を本当にですね左翼へ左翼へ持っていこうと洗脳しようとやってるわけです。これをつまり詭弁と言わずして何を詭弁と言いますか皆さんこれはねじゃあその時のこの人たちが言ってた徴兵制それからあの これは戦争法案だと言ったじゃあ戦争が起こりましたか徴兵制が敷かれましたかということをこういうですねできもしないことありもしないことをその盛んに言って国の法案に反対をするのが共共産産党なんですね主そういうことをそういうことで結局いつの間にかみんな あの誘われていってあそこでですねもう本当にあのそうだそうだってやってるわけですね私もその私自身もそういうことを体験しておりますそれは詳しいことをお話ししませんけれどもある選挙運動で私が日教祖の話をさもう日教組の実態をですねお話をした時に。 あの久米島でお話をしましたそうすると久米島からあの那覇空港へ帰りましたらば参議院議員の稲峯一郎先生がそこに迎えていらしてこの,車であこの飛行機でもう一遍久米島行きなさいでそこで「近所を照るここに降ります」だけ言って帰っておいでって言うんですね。 何が何だかさっぱり分からなかったので帰ってきてからなぜですかと聞きましたそしたらですね日教祖の実態を私が久米島でお話をしたらばその翌日私沖縄へ帰りましたから那覇へ帰りましたがその時にこの日教祖の連中つまり共産党の記念ですね金城るは空港に那覇空港に着いてすぐ 手錠をはめられて刑務所へ入れられましたというのがこの宣伝家ずーっとですね久米島で宣伝してるんだそうですじゃあ私刑務所入りましたか入りませんそういうこの機弁を使ってそれを機弁って言うんですね共産党のやってること皆さんオール沖縄がいろいろ行ったこと思い出してくださいこれは皆実現しましたか 実現していないなですそういうことをですね私たちはよく心得なければならないということを私も随分体験をしておりますので一つの皆さんに申し上げますけどそういうことを嘘を言って嘘を言ってその県民の心を欺いていくこれが共産主義者なんです。で皆さんオール沖縄のそういう言葉に迷わされるということが非常に 恐ろしいことなんだということをですねお考えになっていただきたいと思ってこれを申し上げましたさてここにですね持ってきている本はですね「チャイナ2049」というあの本でこれはあのアメリカのですねアメリカの英語で書かれている本,本ですが。 翻訳これもですねもう非常に素晴らしい友達から送ってもらった本なんですけどびっくりいたしますね。で今日はそこでですね皆さんこれはね非常に大事なことが書かれておりますのでそのここのねあれともうみんな一致いたしますのでちょっとあの読み上げさせていただきますが、えー、第2章にですね 争う,争う国々っていうのがありますそこでねこういうことが書かれてるんですねこのマイケル・ビルズベリーという方が書いておられますこの方がですね、えー、2013年10月に軍事専門の書店に入っていったそうですそしてそこに2つのことに驚いたとそれは何かというと 古代中国の歴史に学ぼうということで書物がずっと置かれていたんだそうですそしてそこにですねあのこう看板書かれて「中国軍人以外はお断り」と書いてあるんだそうですそしたらこの方はですね「なぜそういうことを言うんだ」と言って聞きましたらば「いや これは聞いても見ても外国人にはわからないんですということで中国の軍人以外は読ませるものではないということになったんだそうです。でこれはですね結局どういうことかと言いますとこの本の全容を申し上げますと40年間中国にずっとアメリカは 騙されてきたということがずっと書かれております詳しく書かれておりますこれはですね日本人が今非常に危ないのはですね結局安倍総理が一帯一路こういうものとかそれから AIIDD という銀行がありますねこれにも ちょっとしたら入るんじゃないかというようなことが中国で盛んにこれが宣伝されているというようなことがまた書かれている本がありますこれをですねこれはどういう本かというとこういう本に書かれておりますぜひ皆さんねこれはもうぜひですね沖縄の人たち読んでみてくださいね素晴らしいその 中国の実態がよくわかりますそういうことを習近平の手の内がよく分かりますそしてアメリカがアメリカと中国の関係がよくわかりますこれを知っておかないと我々その沖縄にいてのの中の蛙にななってはなりません世界はどのように動いているのか。 中国とアメリカがどのような関係にあるのかそういうこともぜひ知らなければならないと思っております。でそこでこの方がね書いているところがあるんですがそこでもう先言いましたようにですねもう本当にアメリカはだまされてきたんだということを書いておられるその張本人が書いておられます。そこでね9つの問題をここに提起しております。 敵の自己満足を引き出して敵の自己満足を引き出して警戒態勢を取らせない。2敵の助言者をうまく利用する敵の助言者を自分のところに引き入れて結局そこであの指導させないようにするということですね。はい 勝利を手にするまで数十年あるいはそれ以上かかっても忍耐強くやるんだということが書かれておりますね。これは戦国時代のだから先ほどの本ですけれどもみんなですねあの戦国時代のこれがずっと書かれている本なんだそうです。そういういことでで結局です、ね、もう徹底的な勝利が短期間で 達成されるよううにとといこです、ね、それから戦略的目的のために敵の考えや技術を盗むこれはね非常にあの大変ですね中国のやってることよくね取レ合わせてお聞きになってみてください。戦略的目的のために敵の考えを考えや技術を盗む。 長期的な戦争に勝つ上で軍事力は決定的な要因ではないですよ結局何を要因にしているかこれは皆さん情報です情報これが戦いのですね大きなそのウエイトを占めているんだということになっていますねそれからこれは今ですね中国がどういう手でこの沖縄をあの 洗脳しようとしてるかということ。まあ、そこでやっぱり思い浮かぶのが県知事ですね。翁長県知事、翁長県知事がどういう上手い手で騙されてきたのかなということを。この本を読んだ時にもう想像せざるを得ません。そういうことをもう本当に私はあの考えさせられます。で、覇権国はその支配的な地位を維持するためならば。 極端な行動さえ取りかねないんだとこれは今中国がアメリカを派遣国つまり中国を追い抜くのにどうするかということを一生懸命考えておりますねはい。勢いを見失えないようにするそれから八番にですけど自国とライバルの 相対的な力を測る尺度を確立し利用する利用するそれは平和な時代でも戦争の時代でもですね軍事力だけ,だけではなく多くのですね要素をもとに自国の力を相対的に評価することを 中国の戦略は重視してる。で対照的にアメリカはそのようなことを試みたことがないと言ってるんですね。で常に警戒し他国に包囲され,されたり騙されたりしないことようにすると。で中国の指導者は 他の国はすべて中国を騙そうとしているんだと。自らの、本当に面白いこと言ってます。自らの二枚下、二枚下をもっと他の国の国に対処しなければならない。二枚下を使って騙しなさいということですね。そして、必要に思い込んでいるんです。そういうことですね。だから、残酷な戦国時代には、 人を信じやすく騙されやすい指導者は戦いに負けるだけでなく徹底的に打ちのめされておそらく中国が最も恐れているのはそういうことであると。だからボードゲームつまりあの囲碁のですね これなんかにしても結局そういう戦いをもとにこの囲碁のねゲームでもやってるということですねそういうことをあの言っておりますだからこの前現在の中国の指導者はですね敵国は互いを包囲つまり敵国は互いを包囲しようとしているというこの囲碁のゲームにね をと同じようにこれをあの元にそ,のそういうことを考えながら信念に持って今中国はあの政策を考えているんだというようなこともう詳しくは、ね、時間ございませんのであのお話しできませんけれどもそこであの非常に、ね、私はやっぱりねあの 世界のの動きっていうもの私ね非常に関心を持っているのがですね中国の動きものすごく関心を持っていてあのそして今アメリカがアメリカの動きそしてアメリカとそれから北朝鮮もありますね北朝鮮中国アメリカそしてそして世界日本特に日本はそういう中にあのぐる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 もうこの中にあの入っております。そういういことを考えた時に我々国民は 政治だけつまり国会議員だけがそれをやるんじゃなくて国民もそういう一つの世界の情勢を知ることによって国の政策に対して我々がどうあらねばならないかあるいは国会議員に対しても私たちはどういうふうに対処するかつまり県民としてそういうことを考えなければならないということをつくづくと感じております。どうぞ皆さんこの 習近平、トランプ、これはです、ね、覇権争いを今盛んにやっております、そういうことをです、ね、ぜひ読んでいただければありがたい、それからこれも,です、ね、もう本当にです、ね、もう詳しく詳しく中国の奥の手、中国が何をやろうとしているか騙すということを非常にです、ね、もう巧みにやっているんですね。そういうういいここととを知るるが騙されないようにできるのは 相手をやっぱり知らなければいつの間にか騙されてしまうということになりますのでそこら辺をやっぱり本を読むことによって知恵があの、えー、湧いてきますねそういうことで私は今日もですね恐るべき中国の政策でアメリカはどうするのか日本はどうするのかそういうことを含めていろいろ考えておりまして。 今日の言いたい放題は、そういうお話を。あの本当にかいつまんで申し上げさせていただきました。またよろしくお願いいたします。今日も大変ありがとうございました。はい、ああ、最後までご視聴ありがとうございました。じゃあ、えー、お知らせを、やりたいと思います。えー、これは琉球新報、沖縄タイムスを正す県民。国民の会ですね。 第5回定例会のご案内です日時は8月13日日曜日14時受付は13時30分から行います場所は沖縄県市町村自治会館4階第5第6会室場所は那覇市浅井町ですねもしあのぜひ皆さん 参加してくださいよろしくお願いしますはいじゃあ今日寺さんどうもありがとうございましたはいありがとうございましたじゃあまた2週間後ですね 2>,、はい、2週間後にまたよろしくお願いいたしますはい、はい、どうもよろしくお願いいたしますありがとうございました